田島、お笑いで行く。打てない守れないはどうしようもないよ。田島は不運すぎるよな。4失点だけど、自責点は1だもんな。いかに味方に足を引っ張られているというか。野手はコツコツと1点取るところから始めよう。投手は1試合が査定に響くんだから。投手の孤軍奮闘はほんと悲しくて見てられない。どれだけいい投球してても勝ちがつかないのだな。田島5回自責1で0対4で負けてるの。ふくらどんでん監督時代のオリックスかよ。まず岸を引きずり下ろさないと話にならないだろう。子供たちが田島頑張れって叫んでるのがまたたまらん。孤軍奮闘してるのが辛くて悔しくて泣きそう。マジでようやっとるよ。敵が増えてる中で強要やってくれてるわ。ソフトバンク負けて楽天勝ってロッテも勝ったら CS 争い面白くなりそう。田島すごいな。今ので顔変わらんのか。白井、今日はどこ投げても辛いやろ。頭痛いのに球審白井だから頭に響く。タイミング合わせられてるな。めっちゃ長打打たれてる。エラーからの4失点。進度。ご視聴ありがとうございました。